皆さんこんにちはこんにちは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですアシスタントの吉田奈央です本日も KBS 京都ラジオスタジオからお届けしておりますこの番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で今のアルガママをたっぷりとお届けしております奈央ちゃんはいガースやめましたね発表しましたね、まあ、いやめてないまだやるけどやめるの公表しましたね、えー、はいしました もうあれからもう1週間ぐらいたつような気がしますけどまだ3日、ね、先週の金曜日ですよね。それでそこからもうすごいですね毎日いろんなニュースが出て、まあ、岸田さん前から出るって言ってありましたけど、はい、河野太郎さんがやっぱり出るようになったりそれから高市早苗さん20に集まるかな言ってたけど、まあ、安倍さんが応援すると言ってもガラッと空気が変わって。うんうん でもう20人集まっても出るっていうようになったし、はいまあ、あとそれから野田さんやとか石破さんやとかのね名前もこう出てきて、まあ、これからどうなるかねこう29日ですかまでこうどうなるかちょっとわからないとこですけどもとにかくねなおちゃんねものを選ぶときにね、うん、一番最初にやらなあかんことはね、はい、何やと思います一番最初にに何かからこううん、選ぶ時、うん、え決定決定的にこう決めれるなんてうんていですかあの なんなんて言ってらんでしょう。一番最初にやるなんかもうなんかいっぱいあるんですよいっぱいあって。いっぱいあるとき。いっぱいあるともうこ,とこれこれっていうものがないと選べないです。いやでももう選ばない最初に最初にやること。えな、ー、んですか最初にやること？ないえ出て,言葉が出てこない。男と付き合誰と付き合うかいうときに一番最初にやること今前に2000人いるんですよ男が。はい。どうします最初。えー、やっぱり。 え、ちゃんと生活できるような。違う。ありえへんのから切ってくじゃないですか。ああ、そういうことかありえへんのから切るでしょ確かに、あ、これはないでしょう。あ、なるなるなる。二千人男って一人ずつ考えますか。考えない、考えない。お前ないわってやるじゃないですか。やる。だからね、これはね、昔から人類が始まった、あるいはね、動物が進化する過程で。はい。うわ、みなした法略なんですよ。あかんものを消す。うん、ふん。そういう意味で、今日はね、河野太郎という悪夢を。 がっつり解説したいと思います。最後までよろしくお願いします。河野太郎という悪夢。日本を潰す緊縮改革主義者。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が。編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。 こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。えー、今はね、9月6日ですよね。今日ね、はい、9月6日、まだ午前中ですけれども収録は、はい、これあのー、菅さんが総理辞めると、これ言ったいつやと思います？え、金曜日？あ、そう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 そ3日金曜日ですよね。そう、いや僕ねもっと前かなと思って。ああ。 もうなんかね菅さん辞める言ってから1週間ぐらい経ってるの聞いてたんですけど、はい、金曜日かと<あ>それからもう目まぐるしくね <laughs> 情報が行き交ってもう僕もいろんなとこ電話しまくってメール打ちまくってますからねああそうですか <laughs> いやない知りませんけど忙しくねこれもうえまだ金曜日やったんやとね<え><で>3日前ですもんね3日前なんですよもういろいろあったなとこれ、まあ、退陣したのはねこれまずあの解散の手口が封じられたんですよね これがね解散の手口封じられたこれ確か水曜日ぐらいですよ確かねあの水曜日ぐらいに解散手口封じられたで,で人事やって選挙勝とうと思ってはったんですけどもなふざけんなよで自民党の人みんなにこう捜査官を食ってで人事もの手口も封じられたんですよ、はい、だからあの解散権と人事権をなくした総理大臣っていうねもう戦後初めてちゃうかっていう状況に。 ままあまあ三木さんとかそうやったんかなまあでももうめったにないことですよ総理って必ずその権限を持ってみんなにこう脅しをかけることができるんですけど、はい、もう何にも脅しのできないその辺のおっさになったんですよ。その辺の官僚と同じような感じになってしまってでもうも回らなくなってで退陣表明とうもうついに追い込まれてうんもうで、まあ、これ僕はねあの菅義偉論っていって菅さんがいかに日本にとって危険なあ人物であり総理大臣かといち早い退陣をね僕はまあ 心の底でずっと記念しししつつ、まあ、発言をしてきましたしもうものすごいねこの番組でも、まあ、批判してきたので、まあ、これ良かったなとで思うんですけどで僕実はね、はいあのー、今年の4月にインタビューを受けて、はい、で菅さんのこと批判してて「菅さんの次の総理をところで藤井さん誰がいいですか?」って聞いた時に「うーん誰でもいいと思いますよ河野太郎以外なら」。 っって言ったんですよそうなんですか、うん、言っんすね、えー、それで、ね、ちょっと、ね、ネットで叩かれたりとかしてたんですけど、はい、河野さんって人気があるから、はい、ただあのー、河野太郎以外やったら菅義偉より見ないん,ですようんだから今名前出てる人いますよねだから高市早苗さん岸田さんで、まあ、この二人はもうほぼっていうか、あのー、20人推薦にいるから確定してますけどあと名前が挙がってる石破さん野田さん、うん、まあ誰でもいい。全 全菅義偉それぞれ問題抱えてるとは思いますけど、はい、もう全然マシもうこのままだと日本の沈没もめちゃくちゃ早かったからうそうやけどこれが河野太郎に行ったら何にも変わらへんやんかと。<ー>っていうかむしろ変に人気があるからもっと悪なるやんかと。 そんんなな感じでですかあだってあれでしょうさっきも、あのー、休み中っていうかこの打ち合わせの時に、はい、なおちゃん見てましたけどそうなんかネットユーザーの皆さんには、うん、あのエゴサーチ力がすごいっていうので自分のことをつぶやいてたり名前が出てなくってもすぐ返信しに行ったりこういいねをしに行くっていうか力があって。 すごいこの太郎すげえみたいな旋風が巻き起こってたっていうのは僕なんかめちゃくちゃ嫌われてるでしょうねもうめちゃくちゃ言うてますからそれでねだからそういうところもね含めて気持ち悪いしまず総理の資質としてねそれも国民に寄り添うってって肯定的に取われる人がいても僕はいいと思いますけどネットの使い方としては有名なのねめちゃくちゃブロックしてあるんでしょ 僕言っときますけど、ツイッターでめちゃくちゃ叩かれてますけど、ブロックしたことないんですよ。あるかな なんかよっぽどのことあったら殺人教唆とかね殺すぞみたいなのがあったらもうちょっとありますけど、うん、なんか要造のことがなかったら僕基本的にもうスルーですよんそんなものなんか言う春はるわみたいなもうすぐシャッターアウトしはるだって140字の世界でそんなとこでなんかピーチクバチクやっててもしょうがないじゃないですかこっちは論文と学会の世界が、うん、ここで言論の世界があるわけですから、うん、そこでブロックするってことはこれ国民の声をブロックする政治家だってことですよああそうですね。 聞き入れない,っていおとにかくね僕はその去年のていうか今年の4月の時点で、まあ、河野太郎さん以外だったら、まあ、可能性のある人の中で、はい、まあ誰でもいいなと思ってたのに、うん、これあの週末のアンケート調査まだこれあの状況固まってない時のアンケート調査なんで、はい、高橋さんが20人集まるかどうかも分からへんし。 まあ、誰がどうなんかも全然分からん状況だしで何の政策するんかまだ分かんないじゃないですか、うん、だってあの向、ー、野さんってじゃあ出ますって言ったのこれ確か金曜日ですよ、ね、金曜日だから菅さん辞めるって言ったその日の夜に、まあ、出ようかなみたいな話じゃないですか。で、ね、すぐあのアンケート調査してますから高市早苗さんは政権構想かなり早い段階で、うん、あの公表してますし。 であの岸田さんもまあそれなりに公表されててであの河野さんって何するか全然わかんない状況じゃないですか。でね、自民今回の選挙は自民党員ですか一般国民関係ないんですけど、はい、共同通信が一般国民に電話して聞いてるわけですよ誰が入れか言って何の政策も聞いてへんのに、はい、そしたら堂々のトップは河野太郎さんですよやっぱりネット民というか強いんですね。いうか ぼ僕は、うん、このネットの使い方とかは、ね、僕はあんまり知らないんですけど彼の政策的主張がいかがなものかということで、うんうん、長年僕は彼を、あのー、批判してるんでですすよそこが大事だって運転手 F1 のレース出る時にどの運転手するか言って、うん、あの人男前からこの人にしとこうかな」って「<laughs> 負けるわお前です」でしょ <laughs> いやあの人ちょっとおもろいこと休み時間で結構おもろいギャグ言っとるから <laughs> あの人を F1 のレーサーにしとこか怖いですそれは、ね、そ,んそんな選び方怖いそん,そんなもんね丸ボロやらそのホンダやらね いやだからそのマクラーレンやらの人古いですけど、まあ、なんかそんな真面目にレースに勝とうと思っている人がそんな理由で決めるはずないじゃないですか、はい、ちゃんとスキルがどんだけあるか、うん、どんなことをどんな風に運転するかっていうので決めるわけじゃないですかで僕はその点であの河野太郎さんはもうこれも悪夢だと。でなぜかとという縮主義者であり かも<ー>うん、すっごい怖いそう。そうで貧し主義者であり改革主義者であるということを悔い改めて「うん、すいません藤井先生僕が全部間違えてました」と「これから積極財政にやってこれから保護主義も含めてもう日本国民全員を豊かにするように頑張ります」って言うんだったらめっちゃ応援しますよ。うん、まあないでしょうけどね。 まあまあそういう意味でだからあの彼が意見を変えるんだったらまあどうなるかわからないけれど少なくとも緊縮主義者であり改革主義者だからもう河野太郎総理というのが誕生するとねこれ今あの総裁になった方すぐ総理ですから。 あの、この次の総選挙まで、ちょっと時間あるでしょ。だから、その間、少なくともあの次、野党に負けるかもしれないけれど、うん、与党が、うん、その間、総理大臣になるんですよ。だからね、これね、あの笑いごっちゃないんですよ。真剣に、あの自民党以外の人も真剣に議論をして、自民党員にこの人を入れんといてとか、この人を入れてとかっていう資格はあるんですよ。それは、うん、で、それ、僕はもうあのー。 まだ誰がどうかわかんないけど少なくとも現時点においては河野太郎という候補者めちゃくちゃ危険な人物だということを学者として徹底的に今日は解説したいと思います、はいはい、よろしくお願いします聞けば今の日本がよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいさあお送りしています週刊クライテリオン藤井里氏のあるがままラジオ今日のテーマは 河野太郎という悪夢日本を潰す縮改革主義者。うん、これはまああくまでも僕個人のね見解ですけど別にこれあの河野太郎さんに入れてもいいんですよだって禁縮主義が好きな方とか、うん、改革主義が好きな方もいるだろうから,、はい、だからそれはその人を入れたらいいだろうけど僕は改革主義と禁縮主義をやると日本はどんどん潰れてしまうほかないということを確信 してますから僕は河野太郎さんという人物は総理大臣にならない方がいいと思います、うん、い今日はどんな方なのか教えてください、うん、そうそうあのー、いくつもあるんですけど三つ三点話したいと思います一、はい、つは緊縮主義者という点、うん、これはね彼未だにあの 公式ホームページがあって、はい、そこに自分の政策理念を書いてるんですけど、はい、なんかあの政策理念が途中で変わったたやつととかか消したりとかしりてはるんでですよでも残ってるやつっていうのは昔書いたやつでも今でもそう思ってるっていうことを、まあ、堂々と言ってはるわけですけどその中にこういうこと書いてあるんですよ。えー、っと「プライマリーバランス黒字化のための一律化」「プライマリーバランス黒字化したいと」と、はい、のための一律化として来年度の財政健全化目標を達成することは非常に重要だと。 これ何かっていうとプライマリーバランスの赤字を減らしていくという目標をこれ安倍内閣下で立ててたんですよ。うん、僕はそんな目標を撤破しろってずっと言ってたんだけど、まあ、安倍内閣下立ててた。でそれが、まあ、めっちゃ大事だと。まあ、ちなみに安倍さん自身はこの目標はいかがなんだろうかと思ってた節があるんですけど、まあ、僕は内閣の内部情報があるのでちょっと詳しくは言えないですけど、まあ、何にしてもこれ目標を達成せなあかんと。でこんなこと言ってるんですさらに達成に向けて最大限の努力が必要ですと。 最大限の努力って何かって言ったらね、アリテニーってね、消費増税のことです。うん、続いてさらに言うと、あの補正予算カットです。えー、うん。でもうインフラ投資もやめましょうとか、はい、防衛投資もやめましょうとか、価格技術投資もやめて、えー、もうとにかくお金使うをやめましょうと、それが正しいことなんですよって言ってるんですよ。もうダメじゃないですかこんなん。うで、ん、もう全然ダメなんです。<laughs> でさらに消費税をね。 まあ導入するっていうことになった時にもう僕はもうそれ絶対反対だったけどまあまあやると言うんだったらもう軽減税率をねできるだけ、あのー、大きな形で、あのー、拡大をして、えー、大きく入れるべきだと僕はずっと言ってたんですけどこれに関しても大反対してるんですよ。ーで軽減税率の導入には反対だと長いい文章書いてありましへえ。 なんかお金を使わないようにしようってなってるんですねそうそうそう。だからこの人が総理大臣である限り、日本のコロナ禍がちゃんと終わることも、それからあの防災力も高まることも、うん、ましてや不況が終わることも、もう絶対ないと思います。この意見を撤回しない限り。いやもう今ね、ちゃんと日本にお金を使わないと、もう回っていかないですよね。だからあのこんなこと言いながら自分のエゴサーチして、なんかいいねとかしてるってことでしょ。<laughs> う<ん>何してんね自分って僕は思いますね。政治家の器かかっ 僕はあの一元論人として問いたいで2つ目過激な改革論者であると過激な改革主義者であるとまずね何が過激かってね移民超推進論者なんですすよ<ー>、うん、そうなんで,すかでね、あのーまあ、50年後に人口1億人を維持できへんようになると、うん、でこれやるんだったら少子化対策も一応やらなあかんけど移民政策を真剣に考えなければならないと、うん、こう言ってるんですよ。 で人口問題の解決は本気で取り組むならば移民政策を抜きにはできない。できるわ何言っとるんだ これをやるとますます日本がめちゃくちゃにだ,だ,かだから頭の中でもう緊縮だからデフレ脱却できないと思ってるから、うん、あの女の人たちの出生率が上がらないと思ってるから外国人入れなしょうがないと思ったんですでもれ入れたらどんどんもっともっとデフレ進むんじゃんそ,そんなも京都の人間みんな切れ麗ならダメですよ、うん、京都の街がどれだけもう中国資本によって買い叩かれて街ごと一角中国人に買われて おい、でも、移民のための京都の街が作られたりとかしてるんですよ。うん、あ、まあ、三好もだって、あの港、中国人が開発して、で、中国人の船入れて、中国人の観光客で金、中国人が金儲けをしようとか、ましてるわけです。そのための移民も受け入れるし、うん、今、ニセコなんて、ほとんど中国人が買ってるんですよ。そうですね。そうですよ。うん、もう、ほとんど、もう、我々が泊まれるような値段じゃなくなってるわけです。よ一泊十五万とか二十万とか、うん、もう、ラグジュアリーな人だけが泊まるようになってね。 でそうなっても全部移民ですよこれも,彼も、うん、これももともとの日本のね風景がなくなっていってしまう,うでさらにね移民がいっぱい溜まってですよこれ、はい、我々京都に住んでたらまだ分からないかもしれませんけど北関東の工場周辺の町なんかねもう完全にブラジル人の町になったりとか、うん、もう完全に中国人の町になったりとかしてるわけですよ、うん、でそれでそこでもう彼らは自国の文化を続けようとするから日本文化と全然違うからものすごい秩序が悪くなっているわけですよ、うん、す全ての移民がねダメだとは,僕は 思わないけれども経験に移民政策を続けると、うん、こういう問題が起こるんですよ。文化の違いってねねありますもん、ね、そうですでヨーロッパであの EU 脱退のブレグジットが起こったのもね、まあ、今バイデンになってますけどもトランプ大統領が起こったのもねこれ全部移民問題ですから。はい 欧米で移民によってどれだけ苦しんでるかって分かってるのに河野太郎さんは本気で取り組むと言ってるわけですよちょっと危険ですねこれもう考えられないですよ、うん、これはもう超過激な改革主義者なんですよすなわち今までの日本の仕組みとかを別にものどうでもいいと軽視してるんですよ社会とか仕組みとかででなんか頭の中で思いついたことやったらええと思ってあるわけですよそれでね反抗やめたらええとかね、はい、でそれからまあまあ ここうやっったら皆さんんんん意味わからんかもしれれないけどこれだっていろんな問題あるんですよでさらに農業改革だってとりあえず金儲けのビジネスにしたらいいやないかとかで医薬品の改革だってまあとりあえずなんか安したええんちゃうかとか、まあ、やってはるわけですよ。でさらにね恐ろくべきことに事業仕分けって民主党やってたんありましたよ。んんん覚えてます蓮舫さんが何かもう役に呼びつけて「でスパコン作る」って役に言ってたらね2番じゃダメなんですか ででしょ、はい、それでもうめちゃくちゃ叩かれてるじゃないですか蓮舫さんね。はい、でもうあの事業仕分けってもうすごい悪名高いわけですよ。はい、だからもうあんなふうに全部予算カットするなんてよくないと。は<ー>うんで今すごい今民主党の悪の権限みたいな最悪やったなって言われてるんですよ。でその象徴が蓮舫さんの「番ジェダミなんですかっっててやつだあほちゃうか」って思ってるじゃないですか。<laughs> これを

じゃそ,こそのまだ思想というかもう残ってるってことですよねそう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 であの2番じゃダメなんですかってあの文科省に言ってたんですよ河野太郎さん。<laughs> こ,このことをねみんな知らかなかったってもうあんだけ民主党をいていてんだったらなんで河野太郎さんのこと叩かへんのって僕はちょっと意味がわからないですよね。うん、でさらにね、あのー、こ,れこれがまあ快適な改革論者という点です。で3つ目平然とデマを吐く。うん これねあの禁縮主義ってねこれそもそも国をダメにするじゃないですか、うん、でもこれは国のためにいいんですよってみんな言うじゃないですか、はい、だからね必然的に嘘をつくんです禁縮主義者の政治家も学者もみんなで改革主義者もそうです改革を言ると日本よくねるよなんとかと構想みたいなやつでこう言えるとよくねるよって言うんですよ、うん、でも絶対よくならないから嘘をつかなあかんんですだから改革主義者と禁縮主義者というのは必然的に嘘つきになるんですよ、うん で,でもなかなかバレないようにしてるので、普通は簡単にバレないんですけど、すごい嘘ついてはるんです。えーどどんなんですか？今ね、河野さんあのー、ワクチン担当じゃないですか。はい。それでワクチン打たしたいんですよみんなに。うん、でワクチン危ないぞって言ってるやつはみんなデマだって言いたいんですよ。 で、これ、あの、僕の友人のね、あの、ワクチン推進論者の医者が言ってましたけど、ワクチンが絶対危ないっていうのも、だから、ワクチンで千人死んでるっていうのもデマだけど、絶対安全だっていうのもデマだって言ってますからね。ワクチン推進主義者の医者が、はい。言ってるんですけど、河野太郎は平然と絶対安全だということを言うんですよ。何をもって安全って言い切れるんでしょうね。こういうセリフをね、あのー、これ、あの。 なんとか社長っていうのブロガーの人にね、うん、スーパーブロガーみたいな人にこう,う動画撮っててそこでねワクチンは安全なんだよって話の中でねアメリカで2億回ぐらいワクチン打ってるんですけどワクチンで死んでる人は一人もいないそうアメリカも断定してるんですって言ってるんですよ。<laughs> こんなん聞いたらそれでなんとか社長は「えそうなんですかいやもうなんかネット切いてと危ないって思ったけど安全なんですねそうです心配しなくていいんです」っていうくだりがあるんですよ<ー>これ,切れひ、えー、思いましたよ。 えだってね、だてねそうなん。CDC ってアメリカのね、はい、あの正式の、はい、あの医学系のあの組織がね、はい、いやあのリスクは低いって言ってるんですよ。うんうん、リスクは低い。死ぬリスクは低いって,言って、うん、で,でし逆に言うと死んでるってことなんですよ。10%、うん、じゃないですもん、ね、でからね。言われるほど高くないってアメリカは言ってるんですよ。だから一人もいないとアメリカが断定してるなんてありえない。うん だっ,だってワクチンって死ぬことだってあるのなんて常識ですよ。ただ断定はできてないけれどもアメリカはだからあるとほぼ言ってるわけで,で日本も1,000人ぐらいの方がワクチン打った後に亡くなってるんですけど因果関係が特定できてないって言ってるだけで、うん、あの無関係だとは一言も言もってないですようん、うん、だから断定してないんですよ日本も。そうでですねだってできないから、うん ひょっとしたらワクチンで死んだかもなってみんな思ってるん思るでですようん、うん、でもワクチンで死んだとは断定できないよなって日本の,あの厚労省はみんな思ってるんですよ、うん、これも嘘ついてるんですよだからねもう典型的な緊縮嘘つきの緊縮主義者で改革主義者であるというふうに僕の目には映るでこれってね20年前の2001年の小泉政権の時ねこれあの改革主義者だったんですよ小泉さんってあのぶっ潰すそう,そう ですごいナイフィーバーだったでしょ、うんはい、でそれとね僕河野さんが今人気がアンケートで一位ってすごく被るんですよ似てる感じるしますねで10年前はね民主党政権でね、うん、コンクリートか人へとか事業仕分けとかで蓮舫さんとか国民的な熱狂的支持を受けてたんですよでこれでも被るんですよでまだやるんかと完全に デジャブやなと、河野太郎人気っていうのを見て、うん、もうちょっと日本人ね。もうあの民主党のことについて反省してるはずだし。うん、小泉さんの郵政民営化で問題だったってことも。反省してるはずだと僕は。思ってたんですけど。うん、このね、負の連鎖から,、うん、から抜け出さないといけませんよね。だからね、こう、僕らはまあ、日本復活の政策を何回打ち出しても。 まあ小泉さんに潰され民主党に潰されまあ菅さんに潰されとこ来てさあ次この菅さんやめるからさあってもう一回再チャレンジリセットして再チャレンジって思ってまた河野さんに潰されるのかってねこの感じはねいわゆる映画のループモノそっくり、うん。ってことでねあのループモノの代表作「All You Need His Kill」の主題歌ジョン・ニューマンで「Love Me Again」。 ジョンニューマンでラブミーアゲイン、うん、お届けしました。オールユニードイズキルは見ました。いや、見たこと。ない,いやこれめっちゃおもろいですよ。トムクルーズのね。はい、あの主演の S. F. アクション映画でね、2014年ですけど。はい、これもともと日本のラノベがベースになってできてる。まあ、日本人が作った物語なんですけどね。逆ユーニアみたいな。そう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 。それ、えー、で,でね、これは要するに、あのエイリアンが攻めてくるんですよ。<う>で、トムクルーズが主演でね。これで、ね、こう戦うんですけど、すぐ殺されるんですよ。うん 死んでパッて起きたらね戻ってるんですよ時間があれってもう一回戦ったらまたすぐ殺されるんですよタイムリープしてそう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 もう何回も何回もこうループで戻ってくるってまああのループノっていう君の名はみたいなやつとも一緒ですけどそういうので面白くないやつないです結構面白い大体ねそのループノの中でも特に僕好きな娯楽映画なんですねも好きそうエイリアンこれ要するに緊縮主主義義者者改革が 日本に攻めてきてると、はあ、でもうほとんどもう日本を牛耳ってるわけですよ緊縮小泉さんの時代から金縮改革主義者からで、ね、我々何回もこう西部進さんの時代からね、はい、トライするんだけどはい潰されます。はい死刑、はい、死刑にましたみたみな でもうでもそしたらようやく終わったさあ次行くぞまた「はい民主党です」ってね「ようやく終わった」さあ次いくぞまた「はい民主党ですっ、ね、で菅さんです」で「ようやく終わった」っまた河野さんかいもうループしてますねそうで,こ, <laughs> でこの「オールユニークズーキル」は最後勝つんですよこう何回も何回もやってまあこれネタバレごめんなさいね見てる人はねまあまあある意味勝つある意味というかまあ勝つんですよ何回も何回もやって勝ってこう うんまあ、もうすす面白いんんですけどう、ね、ううにかななるんですよ <laughs> もうちょっとネタバレ最小限にしておきますけど <laughs>、はい、ぜひね今回そうなってほしいうんせめてもうこんな20年前の小泉竹中の焼け直しのこうのやめましょうよだって菅さんが応援してるんですよどんだけみんな菅さんのこと嫌いだったんですか菅さんが支援する唯一の候補者なんだからもうその時点でちょっとどうやろうって思ってもらってもい,いん違うかなと、まあ、エイリアンにはぜひ気をつけてください。 では、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、うん。はい、で、今日はね、あの河野太郎さんの話を中心に話しましたけど。はい。あのメッセージが来てますね。ちょっと一つ紹介していただきますでしょうか。はい、えー、ラジオネームダミアン坂部さんです。こ、うんばんは。率直な疑問なんですが、今の政府って断るごとに世間間の分断を煽っているように感じます。どうお感じですかと。うん。いや、本当にそう思います。まずね、緊縮主義者。 でね、河野さん緊縮主義者ですけど、これって分断は思ってんのと一緒なんですよ。うん、だって、お金政府使わへんかったら、お金持ちだけがずっとお金持ちで、貧乏にずっと貧乏にでとけってことじゃないですか。うん、か金持ちと貧乏人が分断されるんですよ。貧富の差がね、うん。で、高齢者ってすごいお金持ってるって言うじゃないですか。はい、で、若者これから稼がなあかんのに、貧乏なままってことですよ。うん、だから、河野太郎さんが言ってる以上、もう日本はずっと、あの世代間が分断されて、若者が浮かび上がれなくなるのはもう決定です。 で改革だってそうじゃないですか大企業のための改革で中小企業潰れるんでしょ、うん、で働くとこなくなって大企業の資本家のおじいちゃんたちってすごいお金持ちかもしれないけど若い人全然稼げないってことになりますよ。ね、でワクチンだってあの若い人はコロナに関してね、あのー、場合によってはあコロナのリスク非常に低いんですから打つ必要性はそんなにないわけですよ。 のないとまでは言わないとしても高齢者はあるかもしれないけどでも全員打てっていうのは高齢者を守るためじゃないですか、うん、高齢者の方が死ぬ可能性を下げるためにって論理でしょそれもねなんかね結局ね国民全体のことを考えてないから金使わへんねんとか改革すんねんとかって言えるんですよだからねこういうエリアはね本当に もう世代間の分断は煽りエ,イエ,エリアンさんたちなんですよそのために嘘ついてはるっていうのがねこれ僕が見た河野太郎さんのあの政治画像です皆さんはいかがお考えでしょうか、はい、では、えー、表現者クライテリオンですが、えー、最新刊、はい ただいま発売中ですぜひ書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたしますホームページからは一割引きお得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見をお持ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク KBS. ドット京都ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜はありがとうございました、はい、はいどうもありがとうございました来週どうなってるんでしょうねそれではまた来週月曜午後9時半までさようなら コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店ででは購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三つや TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。